さんやろ。こないだはどうも。ほら、魚市場で。ああ。俺信二や。やっぱり久保さん。そうや。なんで知っとるよ。だって村の人ほとんど久保さんって言うんですもの。けど何しとったんや。島の追い咲きの方見とったんや。ちょっと懐かしくって。